すみません。今決めた日向翔陽の身長は164センチ。合宿の時と顔ちゃうやん。あれ何者？大佐！よし！ナイスレシーブ！すいません、ちょっとわかんないっす。気を取られるな。影山この野郎、クソ野郎！腹立つな！翔あれ！いやらしせえー、何やら揉めていますが、大丈夫でしょうか？でも、世界が影山くんを見つけますよ。また大げさな。10番やべえ、どうにかしないと。そう思った時点で向こうの術中だ。単純じゃないか。いつもやってる戦いをしなさい。はい！10番下がるのは確かにホッとするけどね。パンチ！ナイスマイコー！ブロック3枚！4番寺泊まり、ストレート！おもん！うっ、臭い！ナイスフロー！アセスター！フッシュ！ラスト返せ。センスは良さげだ。あれ後輩か。いいとこ返しよる。よく見てんな。絶対に取らせて多彩な攻撃を封じましたね。シュラ、はい、レフト、ラスト、トス低い、雑え、よっしゃ。見た目だけじゃないな。そうっすね。読んでいた。そうだよな。よし。バックアタックもすごいスピードだ。オッケーオッケー、反応できてる。ブロック、よく見てこ。菅原さん、後ろマイナスって何すか？後ろにサンダーをつけませんか？おお。アウト！一本ナイスだ。アウト。思ってたより落ち着いて打てた気がするし、思った方向には打てたわけだし。うわ、俺より緊張してる。当てんなら俺以外に当てろよ、姫川。テラさん、それちょっとひどくないっすか？あったまったな。はい、あったまったどころじゃないよ、疲れたよ。菅原さん、俺に気使ったりしたらぶっ飛ばすぞ。どうせ次の試合からは俺が出るんだ。コートで最もメンタルのコントロールが難しいサーブというプレー、やっぱ今度も、天井サーブ、おらい！よし！ナイスだ、姫川！おらい！流れ完全にこっちだ。向こうも焦り出してる。押し切るぞ。それがこっちにあるんだろうってことは分かる。はい、来た来た。両サイドも来てるし、いや、バックレフトも。3セット目の準備しとけよ。
はい。決まった。ノータッチエース。よし。あの侍野郎のサーブは強えけど、4人で取りゃなんとかなる。よっしゃこの崖っぷちでやれる度胸ですよね。さすが3年生です。そうだよ、俺たちも帰るには。自分が緊張してんのかしてないのかもよくわかんねえ。でも頭はクリアだ。体の向きに正直なコースで打ってくることが多い。完璧。ナイスレシーブ。マルタン6点倍。しかし菅原いる。カラスノが全国行った試合見てからカラスノに来るって決めてました。いけさんと黒川くんが来てる。ありがとうございました。自覚している以上に横にすか。あ、いや、なんか全体的にさ。黒川さん、影山も月島もこっち来い。チャス、チャス。うわ、あの1年セッターと小さいミドル、何者だ。何者と言えばいいのか。元気小僧。運動能力お化け。白鳥沢の牛若に喧嘩売ったりな。マジかよ、あの牛若。俺が言いたかった。さあ。おお。ナイスレシーブ。シンガル。清川のエースに感情移入しすぎかよ。福永。買い物とかしてきてもいいぞ。おエースの心得 T シャツ買ってくれ。俺もそろそろ新作の T シャツをチェックしに行くか。あれのエースください。メインアリーナの方がでっかい。主に僕とのモチベーションのキープが大変だった。コートが気に入る気に入らないで。まあいいや、そのうち乗ってくんだろ。僕としょぼくれモード早いな。ダムの力を発揮できないなんてことは僕とさんには理解できないことかもしんないっすよ。袋谷学園じわじわと追い上げます。コナーさん、シーツーアタック、スルー。僕とさん、メインアリーナは確かに大きく、全員があなたを見ていますよ。弟子も見に来てますよ。おお、こっち見た。ボクトさん。正直ボクトさんの生態は未だよくわからない。レフトレフト。サブアリーナだからこそ。よく見つけたな。そうですね。でももし日向が来てなかったとしても、俺が引き出せるのは僕とさんの力の一部ですし。それ本人に言えば。ダメだダメだ、調子に乗り下げる。袋谷やっぱ強いな。な、あれの S ください。日向の知り合い。いや、お、押見さん、ジョス、
おう、影山か。ユース。お前のチームか。身長は165センチ。もう前の試合終わるよ。じゃあな、影山。うっす。そんな需要ないよ。なんだと。試合どんなだ。なんかすげえやついる。カモメダイの5番。うわ、今のブロックの上からだったよな。お、どこ行く。もっと近くで見たい。日向は2メートル相手にもくじけず来たけど、ちょっと思った。星海選手すごい活躍でしたね。おめでとうございます。高麗君は小柄ながらとか小さいのにみたいに言われるのが嫌いなんだよ。世界と比べれば180超えてたって小柄でしょ。でも高麗君が一番嫌なのは小さいから負けた。バレーボールに不利な要因であっても苦悩の要因ではない。褒める人は素直に褒めてるんだよ。実際不利ってことは自覚してるんでしょ。ごめんなさい。いいえ。日向、鵜飼さんが来たから出発だって。ここに来れてよかった。完全に取り越し苦労だったんだぜ。参考になります。もっとビビった顔しろってんだ。はるばる来たのにすぐ帰ることになんなくて。そんなにはるばるじゃねえし。クロウさんも沢村さんも背を向けた瞬間から笑っていなくて